はい、じゃあ定例の会見を行います。あの私の方からは今日日本共産党社民党、無所属の土和さん山本さんで、秘密保護法廃止法案を参議院に提出したことについてまず報告をしたいと思います。昨年臨時国会で、国民多数の反対を押し切って強行した秘密保護法というのは、海外で戦争する国を作るために国民の目と耳と口を塞いで、言論と表現の自由を踏みにじるものでした。まさに憲法の基本原則を否定する奇大な悪法だと言わなければなりません。この悪法が強行された後も廃案を求める、廃止を求める国民の世論と運動が一層強くなってきたということはご存知の通りであります。で、私たちはですね、特にこの6月6日の日に、院内集会がありまして、廃止に賛同できるすべての議員で廃止法案を国会に提出していただきたいという市民団体の皆さんからの要望もいただき、党として他の党との共同を追求して法案を提出するよう努力をしてきたわけですが、今回先ほど述べた会派で提出したというのはそういう世論と運動に応えるものであります。もともと我が党はこの通常国会に臨むにあたって秘密保護法の問題点を引き続き追及して、国民的な廃止の世論や戦いと共同しながら秘密保護法廃止法案を他党派と共同して、他党派との共同を探求して国会に提出し廃止を迫っていくという方針で臨みました。で、具体的には、最初1月30日に野党の政策責任者会議がやられたわけですが、そこで小池政策委員長の方からその旨提案をいたしました。その後この野党の政策担当者会議でも適宜この秘密保護法廃止法案を共同提出しようという働きかけをしてきましたし、幹事長レベル、国対委員長レベルでもそういう働きかけをしてきました。その結果今日こういう形での提出になったということです。で、なぜ今日なのかということですけれども、一つはですね、政府が12月施行に向けて、自民公明両党から国会を政府の秘密保全体制に組み込む秘密国会法案とも呼ぶべき国会法改定案がこの会期末になって提出をされたことがあります。すでに衆議院は強行されまして、今参議院に送付されておりますけれども、この法案はですね、国会自ら秘密保全体制にこう組み込まれると、自ら国会の政府を監視するという役割を否定するということになりかねない法案ですので、これが参議院に送付された今ですね、この国会法改悪案、秘密国会法案にですね、対して、要するにこの法案というのは秘密保護法を前提にした法案ですから、秘密保護法そのものを廃止にする法案を今日私たちが出すことによって、まず先にこの秘密保護法廃止法案を審議せよという立場で、迫っていくことができるというのが今日のタイミングだと思っております。そういう立場から今日法案を提出いたしました。国民の世論は秘密保護法は廃止してほしいという側にあると思います。多数はそちらの側にあると思います。国会の多数と国民の世論の多数がねじれておりますけれども、私たちは国民多数の声を代表して今回法案を提出した、しっかり審議をして実現を図るために奮闘したいというふうに思っております。私からは以上です。関連なんですけども、特定秘密保護法を今回、今国会は国会法の改正点一つで、
焦点がありましたけれども、その後臨時国会にかけてその政府の行政の中の第三者機関がどういったものになるかというのがまた一つ焦点になると思うんですが、うん、こっちの方については共産党としてはどういう立場で臨まれるんですか。いやもうこれもですね、秘密特定秘密を第三者機関なるものに出すかどうかも総理を含めてですね政府が決めるということになってますし、それに勧告ができるということになってますけども、その勧告についてはその強制力がないということになってますので、これ全く第三者による監視という名に値しないものだと思っています。佐藤富は東京力についてはこの問題ですか、ええ、この第三者秘密保護法廃止という点での共同は共同として追及しながら、まあ、いろんな形で共同の一点ができる可能性ありますので、前国会では秘密保護法案に対して慎重審議ということで臨みましたので、まあ、この第三者機関についてもいろいろなレベルで、その第三者機関の名に値しない、ものだという点で一致できる党とは共同の立場を取れるのではないかと思いますね。今週で国会会期末ですけれども、政府、与党の方では集団的自衛権を入れて、はい、調整がさらに続いていまして、はい、公明党は、まあ、限定的読みに向けた方向へ、まあ、検討し始めたようですけれども、はい、こうした与党間の協議をどういうふうに現在ご覧になっていて、共産党としては残り1週間でどういう論戦やったり向き合い方をしていきたいか、うん、集団的自衛権の本質というのは日本の国を守るためでも、それから日本の国民を守るためでもなくて、アフガン戦争、イラク戦争のような戦争の際に、日本の自衛隊を戦闘地域まで送る、すなわちアメリカの戦争のために日本の若者の血を流すことだというのは、この間我が党の志位委員長の論戦でも明らかになったと思います。で加えて今安倍政権がやろうとしている閣議決定なるものはですね、憲法9条の下では集団的自衛権を行使してはならないというこの政府のこれまでの見解を変えるものですが、この見解というのは、まあ、ある日突然政府が一辺の文書を出してですね、見解としたものではなくて、国会での審議を通じて、まあ、半世紀にわたってですね確定されてきた見解であります。その見解を国会にも、まともな議論をやらずですね、国民多数の批判の声にも耳を傾けずですね、与党の密室の協議、一内閣の解釈の変更で、180度を覆すというのは、これはもうあまりにもですね乱暴なやり方で、憲法破壊のクーデターだというふうに委員長は申しましたけれども、その通りだと思います。でさらに加えて1972年の政府見解を根拠にしようとしてますけれども、この見解というのはもうご存知の通り、集団的自衛権は憲法上9条の下では行使できないというのが結論であって、それをまあ一部つまみ食いして逆に使うなどというのは、もうこれは本当に苦労しろと言いくるめるものに他ならないと思いますし、またその中で、高村さん の案の中には、国民の権利が根底から覆される恐れがある場合というふうになってますので、恐れというふうになりますと、もう全く無限定に海外での武力行使戦争を可能にするものというふうにならざるを得ませんので、そういうやり方についてはもう厳しくですね批判をしていきたいと思いますし、国会だけではなくて我が党としては、その本質とそれからそういうやり方について国民の皆さんに
大きく打って出てですね、宣伝対話署名でこの暴挙に対して主権者国民の力でストップをかけるために全国つつうらうらで、党の草の根の力を発揮して頑張りたいと思っています。よろしいですかね。はい、どうもありがとうございました。